ずっと競馬の話されてますから、はい、じっくりあの予想の方もね、お伺いしたいと思います。そして菅原様、はい、競馬場は3頭目ということですね。はい、まだ地元でしかお邪魔したことないんですけど、もう早くも楽しさを感じて、あの本当に本格的にはまだ予想とかわからないんですけど、とにかく好きな馬を買ってきて楽しみました。素晴らしい、あの新潟競馬場と東京の競馬場。そうなんですよ。はい、その時に万馬券も当てて、なんかそうやっぱ最初に当てると楽しいって思ってしまって、はい。今日も楽しみにしてます。G1 レースある競馬場っていうのは、じゃあ今日が初めてですね。はい、はい、もう最後までレースに作ってたので、はい、いただきたいと思います。お願いします。取ったぞ。もう皆さんご存知ですか。今日なんか東京競馬場からバスター中山競馬場までですよ。私もさっきよくわかりますよ。俺は。あ、そうだな。74。そうなん。そんなに意味ない。生まれます。なんかあれだったら。じっくり競馬場見ながら。でもあの今日ホンダラ特別席でなんかコースもされてるんですけど。あの皆さんカップルでいらっしゃる。本当にあの初心者の方ばっかりだから、どっちも頑張ってます。当たりましたか？まだまだ、これ何？あ、これだ。おかげでちゃんと見とけよ。いや、だってあの朝からもう朝だって8時半くらいに入って、もう気合入ってますよ。あ、なんだ。だからあの新聞がばっかりなんですね。はい。はあ、もう本当にね、競馬好きの皆さんをお迎えしてですね、今日は、レース検討会ということなんですが、まあ、2回王者ということですから、まだまだレースぶりとかもね、あの、安定してなくて、ちょっと難しいなっていうところもあるんですけど、今まあ、グリーノが一番人気、リハルさん。1.3倍っていうのは、それだけ素質があってもあのあれじゃないですか、土山君としては大谷選手のようなね、それだけ実力もあって人気もあるって、ねえ、そうですね、どうなんですか大谷選手、あそこ知りたいですねそこも知りたいですね、あとね、三郎さんはね、本当に競馬はお好きでいらっしゃって、そうなんですよ、そうなんですか、じゃあやっぱり、こういうの、そうですね、僕はやっぱどっちかと、七頭なので、実際そうなんですけど、探したんですけど、まあまあ強いかな、みたいなね。でも、どういったところをポイントに、五三郎さんは予想されるんですか。杉原さんは、はい、ね、好きな馬を追っておっしゃってましたけど、ね、はい、どんなところでこう馬になるかというか、名前とかもそうですし、今回はあの違いますけど、牝馬とかが出てるときは、やっぱり女の子を応援したくて買ったりするんですけど、本当に直感で、あんまり一番人気とか、そういうの気にせず、あ、これだと思ったりするの。なるほど、そうですね、そうですよ、万馬券当ててらっしゃいますからね。まあ、もう宮城さんも来るみたいな、そうですね。まあまあ、じゃあ、皆さんの、ね、注目馬も気になるところだと思いますので、フリップを書いていただいてます。そのフリップを見ながら予想をですね、しっくりお伺いしていきたいなと思います。それでは、フリップ入れていただきましょう。杉原、中指大丈夫？ああ、ありがとうございます。中指大丈夫って何でしょうね。確かに、プロ野球やって、フライとして、取るときに折っちゃったの。何やってるんですか？軟式でしかも。プロ野球選手の凄さが分かりました。ここで？そんなマネ情報ありがとうございます。さあ、ではフリップが手元に来ましたので、まずは、小黒さんから。はい。はい。コディーノから、やっぱりコディーノなんですね。いろいろ探したんですけど、はい、資格が今回は福田先生が、まあ、いいお元気で、なんか福田先生から聞いてないんですけど、無理だね、しないでください、もう本当に相手はそうですね、まあ、ザラスコのボディングリッド、ゲームになるか、これは後ろからですか。あ、なるほどね。はい、あ、でもやっぱりこういうのは外せないというか、まあ、ここからじゃないですか。
ダビデ派とかまでなるんじゃないかって今からも言われてますからね。あれしかもあのもう一個入ってないですか、ね、実は。あ、入ってない。あれは、あれ、前で。なるほど、ジャックはね。でも基本的には後ろから行く感じですね。いいのが、下に行くわ。前の方がすごくいい。ああ、すごい。確かにそうですね。時間的には全部後方から追い込んできて、前は残らない。なるほど、いつもは穴を狙いたいけれども、やっぱりどうしようもなかったですね。はい、そして、杉原さん。はい、はい、やっぱり、さっき言った選手は杉原さん、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 ぜひとも勝ってほしいなと思って、なんか、いや、それも全部の自慢でしたけども、多分ね、これ勝てば、全然違うって、本当ですよ、杉江さんがやってくれますから、そうですね。はい、そして、コリーのトンボシロフリーのロボタイプス、はい、この子たちはどうしてるんですか？ちゃんと名前の中可愛さです。はい、特になんか、何かっていうことまではまだちょっと勉強できてないので、もうとりあえず直感で、直感勝負です。こういうのが出るんですよ。しかも結構強いんです。直感ないだろ？うるさいの。始まったよ。ない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 逃げてもいいし、万全でもいいし、とにかく状況の良さを生かして、それであの、1000本で勝ってますけど、1000発も勝ってるって距離の不安がないので、ちょっと人気が高すぎじゃないかな。あ、そうですね。しかもあの、吉富騎手、僕、同い年。であの、2歳直して9じゃ今シーズン活躍しますが、吉富騎手は多分ドン。この昭和41年代の活躍しない。俺の風邪。なるほど。俺はまだ活躍する。でもあの本当に新潟でもすごいいい足使ってましたから、トリーノよりちょっと前で行けますから、あれみたいなことがあるかなっていう。できるだけ内枠をね、にして、まあ、ちょっと前目で。あの、ゲストの2人、2人で話して置いてきてる。ちょっとなんか専門的で、すごくないと思って。そうなんです、直感で当たったりするからね。はい、ということで、皆さんの予想をね、ぜひね、参考にしていただきたいと思います。あ、これ一応、あの、サブロさんに敬意を表して、生まれと忘れたサブロさん、サブロさん。これだって学年の3番組っていうのは富士山球社の親子組ですし、そうですよ。生まれの3番組は3番はしかもサボり選手の手箱でしょ。それあるな。ホットフリートです。ねえ。そうですね。これ個人的には2、3、6番ですね。めちゃくちゃ個人的じゃないですか。サボりさん買い方的にはもう個人で一緒。いや、3連単の。あ、ねえ。振り返ったら面白い。そうですね。サブロさんの検査の時に自分の背番号とかサブロさんの数とか変わらないの？全然気にしない。あ、そうなんだ。でもなんか今日結構なんかね、ちょっとでも何年か前にあの天狗のぐらいの3番入って負けたんで。もうそれからそれからちょっとドラマになった。じゃあまあ3連単、基本的にはもうサブロさんと3連単で勝負されてる。あとはみんな大事。
今日キャリーオーバーマッチ。だってニヤニヤしてるから、ね、キャリーオーバーマッチ。そうですよね、キャリーオーバーが出てる時にね、参加したいとね。ウィンファイバー当てたことは何回かあるんですか。でも、少ないです。村さんの少ない金額で何年くらい変わるんですか。できるだけ買い目は少なくできるだけ見たいな。でも深いってもね、お話されてましたけど、本命番を狙ったとしても、やっぱりこう、穴目が来るような買い方をするっておっしゃってますね。今回これ16番なんか来たら、かなり運命にしました。いや、この馬は強いです。ただ、初で多分この人気になっていると思うんです。いや、面白いな。また、三原さん、Tハーフが来ても結構強いです。そうですね。来てほしい。ね、本当ですよ。本当に来てほしいですね。ということで、もう予想が出そろいましたので、ぜひですね、皆さんも参考にしていただいて、朝から集中に聞いていくと楽しんでいただきたいと思います。さあ、佐々木氏には、この後の朝から集中に聞いていくと、表彰式のプレゼンターです。ということで、意気込みを。頑張ります。まあでも当てて、そう、ピコッとしていきたいっていうところもあるんですけど。はい。さあ、そして、千原さんは、ね、はい、G1 と州の競馬場っていうのは初めてということですか。そうですね。はい、楽しみたいです。じっくり楽しんで。はい。また、ワンパケ当てて帰ってください。ねえ、当てたいです。はい。さあ、そして、宮根さんも、これから講師ですね。そうなんですよ。あとね、その間に、記念記念食べようと思ったら、中山なくなっちゃっていう、それ、なくなっちゃったの。あ、そうなんですか。東京競馬場じゃないというないっていうのがショックですね。長山で遅くないの。え、長山で長山は痛い痛い。今私ショックだから、2人でゲスト置いてくださいだから閉めてください。はい、わかりました、すいません。さあ、それで、ね、私がそろそろ入ってくるということなので、イベントはここまでとさせていただきたいと思います。ゲストの皆さんにもう一度大きな拍手をお送りください。佐藤選手、そして宮原さんでした。どうもありがとうございました。楽しんでいただきたいと思います。そしてですね、最終レース終了後には宮原さんと、そして GRA バンドイメージキャラクター真鍋かおりさんを迎えて、パドックでレース会を行いますので、こちらもぜひお越しください。